前途多難だな。ある意味相変わらずに。まあでも対等に仕事をしようとするならば、あの通り受け入れてはくれるのが分かったんだから。少しずつ一つずつ地道にかな。の、シンゴ。ともあれ、まずこの最初の仕事の成果を八塚先生にちゃんと届けるとしよう。で、ハヤト。うん。居残り作業終わったのか。なんかこの状況だと見慣れた鏡台の制服を着た仲間の姿を見るとちょっと安心するな。これから八塚先生に提出に行くところだよ。お前は生徒会？さっさっさ。どうだって、瀬名さんとは。やはり興味があるらしく、ハヤトは少し声を潜めて顔を寄せてくる。沈黙が苦しかったとしか言えない。でもまあ、提出は俺が引き受けたから、瀬名さんは帰った。つくづく手強いね。いつ落ちてくれるのやら、あの子は。まあ、押し続ければ押し倒せるとは思いたい、なんて。おお、いいね、いかがわしい言い方。そいつ待ってたぜ。そうやって優しい、その、慎吾だろうとも、やっぱり、年頃の俗物なんだよな。言わせたのは、早田だけどな。そっちはどうだったんだ？まあ、いや、ゆいちょの生徒会長、すっげえいい子ではあるんだけども、なんだ、瀬名さんとは違って仕事ができる人じゃないんだな。お疲れ。お疲れ。お互いに肩を叩き合ってしまった。早田も八塚先生に用事があるらしいので、そのまま2人で職員室に赴いた。ダメだ、やっぱいねえみたいだわ。が、八塚先生は不在のようだった。まあ、いったな。どうする？校内放送かなんかで呼び出してもらうか。まあ、いや、でも先生が生徒を呼び出すってのも、なんていうか恐れ多い気もするな、するよな。だよな。うん、他の先生に預けちまうか。まあ、それが一番なんだろうけど、うん、どうも勝手がわからないからあれだよな。などと二人顔を突き合わせて少し考え込んでいたところに、そこでアンジェの出番です。お前どっから出てきた？屋根裏か？屋根裏なのか？うわっ！突如アンジェが逆向きになって姿を現し、俺たちは揃って飛び降りてしまった。お困りの際にはぜひともこのアンジェ、このアンジェにどうぞご用命くださいませ。うわ、びっくりした。ていうか、なんで天井裏から？はい、アンジェはメイドでございますので。いや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 忍者や忍者、その手口は忍者だよ。一瞬思わず納得してしまいそうになったけれども、それではネタバラシしてしまいますが、メイドというのはですね、妖精のように姿を見せずお掃除とかしなくてはいけないものなのです、基本的に。うんうん、もちろんそれはメイド個々の注意も大事ですけども、お屋敷に専用の通用路があれば割と簡単な話なんですよね。なるほど。なのでここ唯所に生きるメイドのアンジェは割と天井裏を利用させていただいているのです。蜘蛛の巣とかすごそうなそれは抜かりございませんよ。使うところはお掃除してるに決まってるじゃないですか。強っ。などと天井裏から現れた秘密を聞きつつ、アンジェに案内されるまままず靴を履いて外に出た。ほう。校内のことならアンジェにお任せくださいとのことらしい。で、八塚先生は裏庭にいると。放課後は割と裏庭でお見かけするんですよ、町先生。いちいち靴履かねえと出られないもんなの、裏庭って。
そういえば俺この前上履きのまま出ちゃったけど。はい、原則的にはが、先ほど見たところ共用のサンダルは全部出払ってるようでしたので、足足らず。よく裏庭に出られる方は渡り廊下や物質棟にご自分の外履きを隠してらっしゃるんですけどね。さすが詳しいね、アンジェ。積み込んでるだけのことはあるというか、それこそ天井裏まで知り尽くしているんだから、まさに校内のことはアンジェに聞けではあるよな。積み込ませていただく代わりに校内の仕事もあれこれさせていただいておりますしね。おかげであれこれ詳しくなれました。あ、そうなの？はいはい。だからさっき生徒会室でもお茶出しだとか書類運びだとかしてたのか。そっちに持ったんか。さようでございます。先ほどはお邪魔しておりました。へえ、そんなこともしてたんだ。というかさっきも会ってたのな、この二人は。大変だな。いえいえ、今日はまだ本島3階のワックス掛けとか、あちこちの蛍光灯の交換とか、職員会議のお茶出しとか、あと書類運びを10件ほどさせていただくつもりですから。そんなに？日が暮れるどころの騒ぎじゃなくね？時間足りなくねえか？アンジェを舐めちゃいけませんのです。いや、まあ舐める舐めないに行くまでもなく、ひたすら驚かされる一方なんだけど。ともあれそんな感じでございまして、このまま裏庭に行っていただければよろしいかと。そろそろ制限時間いっぱいです。それではアンジェ、これにて失礼いたします。ちょこん。アンジェはそれまでの騒がしさが嘘のように優雅にお辞儀すると、あっという間にその場を後にした。ありがとう。姿はとうに見えないけども一応言う。いやメイドさんってのはすげえな。このレベルで雇い主がおらんてなんか大変だな。なんかそれは逆に大変だな。だな。まあその能力もすごいけど、あんな風にはつらつと仕事していることがまずすごいよな。それでも主が見つからないのは多分あの口数の多さのせいなんだろうけど。アンジェと別れて二人で裏庭へ。お、マジで八塚先生発見。先生どうした？はあ、若い子って本当若いからってどうせ私はおばさんですよ。分かってますよ。うん、えらいな、えらいこと、えらいこっちゃ。とんでもねえところに遭遇してしまった。どうしよう、どうしよう。こういう時一番子供としては、あれだよな、都合が悪いよな。めちゃくちゃ都合が悪いよな、これ。どうしたらいいんだろう。ねえ。ほら、だと、ほら、だからといってさ、なんか、こっち側がさ、いいえ、先生は素敵な女性ですよ、キラーンってやってもさ、なんかそういうわけにもいかんわけやねんか。というかなんかやさぐれてる。タバコとか吸っとってほしいけど、そんなことはないんだろうな。きっとそうなんだろうな。みそじ間近で独り身なのが引け目だとは思わないけど、やっぱり若い子を前にするとね。先生やさぐれとるやん。とんでもなくやさぐれとるやん。みんな若さに輝いてるし、パワーすごいし、こんな地味でおばさんな私なんか確かに舐められてもしょうがないわよね。先生、世界線が違えばありっちゃありなんだけどな。世界が違えば、世界が世界が違えば需要はありますよ。先生、転生しましょう。転生でも女の子って同性ながら容赦なさすぎよ。男の子は男の子で怖いし、もういや。校舎にもたれかかるように腰を下ろし、延々と八塚先生はぐち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 。アンジェがよくここで八塚先生を見かけるってことは、割と頻繁にこうしてやさぐれてるってことか。はあ、あの仕事まとまったら
やっぱり瀬名さんが持ってきてくれるんだろうな。気が重い。瀬名さんには特に圧倒されちゃうのよ。若いし綺麗だし、私なんかより全然できる子だし。いやいや、それじゃダメよ。マジしっかりしなさい。あなたは教師なんですから。大変なんだな、八塚先生も。確かに。特にうちはクラスの携帯が特殊だから、普通よりも一層気苦労が多いだろうしな。ああ、うん。あ、そうだ。あやた、ちょっとだけ待っててくれな。飲み物を買ってきた。なるほど、差し入れか。さすがの早田は飲み込みが早くて助かる。そんなわけで差し入れ片手に声をかけることにする。お疲れ様です、八塚先生。八塚先生は文字通り飛び上がった。浮いていた足が地面につくとものすごい勢いで慌て出す。これはその、違うんです、別にちょっと休憩してただけで。そのそこに俺は買った飲み物を静かに差し出した。はい、もしよかったら。え、いや、はい、ミルクティーは好きですけど。俺から飲み物を受け取ると八塚先生は思いっきりキョトンとしたまま首をかしげる。ウリュウ君、何かあったらお気軽に頼ってください。お気軽におっしゃってください。俺クラス委員になったわけですし、まあそのよろしくお願いしますと言いますか。邪魔しちゃってすみません。あ、それを言っちゃダメだよ。聞かれたって何か。それを言ってしまうと、あ、聞かれたってことになるやん。最後の余計な一言。つうか八塚先生そんな地味ですかね。むくなし君もいたの？割とスレンダー美人の系統だと思うんすけど、別に年にも見えねえし。ちょっと少女、30手前の少女を好きになるやん、こんなこと言われたら。そんなぶっちゃけいくつなんです？ちょっと暴露してみません？内緒で。え？その20。え、マジですか？新卒くらいかなとか俺思ってましたよ。へー、見えねえな。お前もど失礼なこと聞いてるんじゃないって。とにかくまあ温かいうちに飲んでください、先生。いや、そうっすね、すいません。八塚先生はミルクティーの缶を抱きしめたまま、しばらくポカンとした表情で俺と早田を見つめて、男の子って女の子と違って優しい。私こそよろしくね。一緒に頑張りましょう。先生ちょろいな。やっぱり世界が変わったらいいんだろうな、いい女なんだろうな。勢いよく立ち上がったその時には瞳がキラキラ、それこそ乙女のように輝いていた。いえ、それはもうこちらこそで、八塚先生。マチ先生って気軽に呼んでくれていいから。マチ先生。キャー、男の子に名前呼ばれちゃった。こんな若くてかっこいい男の子たちに。結城の子たちの中には名前で呼んでる子もいません？違うの、男の子からが大事なの。あのね、聞いて。あ、始まった。かかったスイッチ入った。はいはい。先生、学生時代も就職先も全部女子校だから、正直言うとまるっきり男の子に縁がなかったの。だから正直ちょっと怖かったりしたんだけど、先生思い違いしてたわ、ごめんなさい。教育学校とかって男おらんの？そうよ。男の子って優しいんだ。慎吾くんと早田くんのおかげで先生頑張れそう。あ、名前で呼んでいいわよね。やだ。それ
とにかくもマチ先生は見事に立ち直ってくれて極めて上機嫌で去っていった。あれ渡した？いや、マチ先生、俺らのファンになってくれたっぽい？まあ元気になっていただけで何よりというか。ですね。なんだかすごいです、慎吾さん、ハヤタさん。うわー、びっくりした。そこで突然竹ぼうきを持ったアンジェが姿を現したもので、またも揃って驚いてしまう俺たちだった。というかそこにいたのかよ。いつか、先ほども申し上げましたが、メイドは妖精のようになんとやらでございます。次の仕事は実はこの辺の掃き掃除だったのね。だったのです。しかし神出鬼没にも程があるな。前回は天井裏から、今回は茂みの中からだし。そして失礼ながらメイドは見てしまいました。お二人のお気遣いっぷりには正直アンジェ感動です。ああ、やっぱ見られてたんだ。二人揃ってちょっぴり恥ずかしい。ええ、拝見いたしましたのです。お飲み物をご用意するあたりが特に侮れません。慎吾さん、ひょっとして元メイドでらっしゃいますか？いやいやいや、ともかくアンジェはすごいですと思いました。それでは失礼いたします。ちょこん。一方的に喋り終えると、さっきのように可愛く会釈をして音もなく去っていくアンジェだった。俺らも行くか。ああ、結局揃ってマッチ先生に用事済ますの忘れてたしな、やっぱり。ふう、やれやれ。うん？う、曲折あったが、無事にマッチ先生に提出を終え、まだ残るという早田に別れを告げてから校舎を出たところ、行ってらっしゃいませ、行ってらっしゃいませ。さっき裏庭で別れたアンジェが肛門を吐きながら下校生徒を見送っていた。あ、慎吾さん、行ってらっしゃいませ。アンジェ、他の仕事は？進行中でございますよ。でもアンジェレーダーで下校される方の気配を察知したら、できるだけお見送りさせていただいてるのです。いや、うん、さっきすごいですと言われたけれども、すごいのはやっぱりアンジェの方だよな。